こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。今回はこちらのマドラーを遊びながら雑談してみたいと思います。軍資金はね、こちらの500円ですね。まあ500円なんで、マドラー1回20円なんでね、まあ25回できる計算ですね。では遊んでみましょう。20円、ゲームスタート。マドラーはね、こうやって選んだところを上げて、このね、ゲージを進めていくっていうゲームですね。まあ詳しくはね、あの前に紹介動画を作ったんで、ゲームオーバー。次のゲーム。マドラーもね、結構楽しいゲームなんで、プラスマイナスがあってね、まあすごろくみたいな感じですね。まあ国取りに近い感じもするかな。なので結構ね、あ、姫が出た。次2倍、お、24、お、結構ゴール。もう一個、わあ、これはちょっとひどいな。で、マドラーのいいとこはね、このここに止まると当たり券枚数が増えるんですよ。なので最大当たり券がね、まあ、4枚までゲットできるチャンスなんでね、まあ、その辺も楽しみでね。前動画でダブルはやったかな。で、まあお客さんの多い時だと、まあ1日に1回ぐらいトリプルが出る感じですね。うん。4枚は今まで1回か2回出たかな。まあ、かなり難しい。うわ。あれ？で、4回目か。このね、ゴールドのマスに止まってゴールしないとね、そのメダルのね、増加枚数は意味がなくなっちゃうんで、せっかくね、あのダブルトリプルのこう権利を興奮でね、ダブルトリプルになってもゴールしないと意味がないっていう。わ、まあこういうすぐ落ちまんマドラの面白いところですね。あとね、話は変わりますけど、このねチャンネルの、まあ、名物コーナーにもなってる、まあ、美少年おじさんですけどね、あの今週末また美少年おじさんとまあ撮影する予定なんですけどね。まあ、どうなるか。まあ、内容はね、ほら、前回の動画でもちょっと話しましたけど、ファンレターで送られてきた何すか、激辛のやつで、まあ、ゲーム対戦でもしようかなっていう感じになってんですよね。まあ、それを使って、まあ、ゲーム対決って感じですかね。ゲーム対決は初ですね。まあね、美少年おじさんの面白さをね、最大限引き出せるためにも、いろいろ企画を考えたりとかね、こう、まあ、サプライズしたりとか、まあ、無茶ぶりとかしたりとかね、まあ、して、なんといってもね、美少年おじさんの滑舌が人気なんでね、まあ、そういうとこもね生かしたいんで、まあ、いろいろこう、まあ、サプライズというか、あと無茶ぶりとかね、あと、まあ、ツッコミなんかも入れてるんですけどね。なかなかほら、美少年おじさんの面白さって初めての人には伝わりにくいかもしんないんで、まあ、いろいろとね、私の方からこうツッコミとか入れて、まあ、面白さをね伝えられるようにしてるんですけど、ただね、編集の時それを見てると、その
なんかね、やっぱツッコミしてる私がなんかすごい嫌な人間に見える時があるんですよね。そんなこう、初めてこうずっと見続けてる人はそのコンビ、まあコンビ、まあコンビですよね。コンビのこう関係性がわかるから、まあね、そのツッコミの意味も含めて分かってもらえるかなと思うんだけど、そういう初めて来た人が、まああのね、流れ、まあ、ここ半年の私と美少年おじさんとのね関連性とか流れを見ないでいきなり見ちゃうと、なんか嫌なやつに見られちゃうかなっていう感じがするんですよね。やっぱ特にやっぱ編集なんかっていう時にそれは感じるかな。まあでもね、なるべくやっぱ美少年おじさんの面白さはね伝えたいんで、まあその辺もね面白いとこは突っ込んでいかないといけないなみたいなこう感じはするんですけどね。もう半分かこれで、結構早いな。あれまだ1回もコールしてないか。あ、国取りが鳴り出した。このマドラーの隣がね国取り合戦なんで、まあ同じ島なんでちょっと、まあ国取りも1分ごとにこの音が鳴るのが、まあ、仕事みたいなもんで仕方ない、うん、わあ、これねこの赤いところが緑まで来るとクレジットが3増えるんで、あと2回ゴールでクレジット増えるのかな。しかし全くゴールしないのはちょっとつらいな。例えば乃木坂の生駒ちゃんが卒業しますけどね、うちもね取材で乃木坂メンバーが来たことあるんですけどね、ガールズルールの頃だからもう5、6年前ですかね、サンケイスポーツ、東京スポーツか、東京スポーツでカズミンが連載かなんか持ってて、今まだあるかどうか分かんないですけど、まあレトロ紹介みたいな感じで、で当時はだから今ほど売れてなくて、で記者さんと記者さんとあと、まあ、カズミンとマーヤとあとマネージャーさん、女のマネージャーさんと4人で来たな。で、あの制服のまま来たんですよね。だから、あ、その服で来たのって聞いたら、あ、タクシーで来ましたみたいなことを言ってましたね。でも今考えると、それもちょっとプロ意識があるなと思って、例えば外で着替えとかあると、やっぱね、いろいろトラブルとか考えられるんでね。やっぱそういう、外着替えとかはね、なんかほら、まあ盗撮だとかなんだとか、やっぱアイドルですからね。そういうリスク避けるためにも、もうその服でタクシーに乗ってきちゃったのかなっていうのを、まあ、後から思えば、あ、姫が出た。次2倍、ああ。うわぁ。もう、当時はね、私もそんなに、まあ、仕事終わりに、まあ、当時だと、乃木坂ってどこって番組だったのかな。それをまあ夜中日曜日にやってたんで、
まあ、時々ね、まあ日曜日だから店閉めて片付けして、あれ夜中の12時からやるんで、たまに見てたって感じなんで、まあ知ってたは言ったんですけど、でそれで取材に来て、でやっぱいい子たちだったんですよね。なんかで他にも結構アイドル来てるんだけど、そんなに取材に来たからってこうファンになる、片っ端からファンになるってことはなかったんだけど、あの子たちが なんかねこう、まあいい子たちだったんで、それからそのまあ番組も結構見るようになって、でまあ YouTube なんかでも見るようになったかな。あ、もうちょっと、あ、ゴールした、やっとゴール、初ゴールですよ。お、30点券ゲット。こういうとこかな、見えるように。あ、これあともう一回ゴールしたいな。じゃあクレジットも増えるし。で結構テレビも見るようになったかな。で取材来た時に、ついでにやっぱ写真も撮らせてもらったんですよね。でそれ貼っといたんですよね。ただやっぱ当時まだまだあダブル来た、これでゴールしたいな。これでね、これでゲームオーバーになっちゃうとこのダブルの権利がなくなっちゃうんだけど、おあトリプル、おこれ今マイナスで戻ってもう一回踏んだから、これダブルからトリプルになったんですよ。このままゴールできれば3枚ゲットですよ。これただ死ぬともう終わっちゃうんで、あーうわ悔しいな、これこのマドラーが、あートリプル、あートリプル、まあ難しいか。そう、ほんでね、写真撮らしたのを撮らして、カズミンとマーヤのその写真を撮らせてもらったのを、まあ、プリンターで印刷してね、壁に貼っといたんですけど、でお客さんがそれ見るとね、やっぱ当時無名だったんで、何これ AKB この子たちみたいな感じの反応だったんですよね。それが2、3年続いたかな。で2、3年続いて、やっぱね、紅白出た年ですよね。去年、一昨年、紅白2回目になるのかな、乃木坂は。やっぱ紅白出る頃になってから、あ、乃木坂だって反応ですよね。貼ってる写真見て。やっぱこう、売れてくのがわかりますよね。反応を見れるんで、あそこに。本当、初めの頃は、本当誰この子たちっていう反応でしたからね。あともう一回ゴールしたいな。でも最近なんかね、もう写真も撮らせてくれないらしいですね、取材先。なんか知り合いのお店にも取材あったらしいんだけど、あ、じゃあ写真とかサインとかもらいましたって聞いたら、サインはもらえたんだけど写真はもうダメだって断られたって言ったんで、なんかやっぱこう、あ、うちに来た5年前はあーゴールしたい、あもうちょっとな、まずいなこれ、あ来た、あこれで、あ来たゴール、あよかった。ラッページだったんですね。あれ、あもう一回か、あもう一回だったな。30点券ゲット。これね、もう一回でクレジット増えるんだけど、もうラスイチだな、ラスイチだから、だから今取材行っても乃木坂の写真は撮らせてもらわないらしいですからね。だからうちもこう
もうなんかあとまた何回か乃木坂に来てもらいたいなと思ってるんですけどね。あ、ゴールできるか。あ、来た。あ、うわー、これあと一歩のとこでマドラー出すっていうね。あー、軍資金終わってしまいました。ではね、わーわー言うとりますけどお時間ですね。ではね、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではさようなら。全国のちびっこ諸君、美少年おじさんとのゲーム対決、絶対勝つぞ。全国の美少年